ロードキルされてるんですけど、カマキリが。何匹入ってたんこれ。1匹、2匹、3匹。あ、ここにもあるわ。4匹、5匹。は？こんにちは、スイくんです。ということで今日もね、カマキリロードの方やってまいりました。現在10月の中旬でございますね。これからね、カマキリもね、産卵シーズンになってきますので、そういう産卵前のね、カマキリとか、その辺がね、路上に出てないか、確認しながら最終観察やっていこうと思います。それでは本日もカマキリロードやっていこう。いや、気づけばね、2024年も10月の中旬ということで、いや1年間がね、進むのはとても早いなとか思いつつね、現在カマキリロードを歩いておりますけども、はい、まあ、今日もねカマキリをね救っていきつつ、まあ、寄生率とかねいつも通り見ていけたらなと思っております。この時期になるとね、変なカマキリ増えてくるんですよね。まあ、その変なカマキリとかもね、動画で紹介できればいいなと思っております。頑張れよ。うわ、えぐすぎだろこれ。ロードキルされてるんですけど、カマキリが。何匹入ってたんこれ。1匹、2匹、3匹。あ、ここにもあるわ。4匹、5匹。は？6匹、7匹、8匹。は？トータルで8匹入ってたみたいですね、ハリガネムシが。見てください。このちっちゃい体に8匹ですよ。いや、えぐすぎ。かわいそうにね、踏まれちゃって。もうなんか、どう転んでも悲しい未来しかないからね、こうやって寄生されてるカマキリって。マジでかわいそうだよな。寄生虫に操られて死ぬという運命か、もしくはこうやって路上に出てきて踏まれるという最悪のね、末路をね、辿るしかないんですからね。本当にどうにもならないわ。かわいそうやな。むごいですね。すごくカマキリっぽいものが路上に落ちてる気がするんだけど、君オオカマキリだよね。あ、だね。わあ、すごくいい色のオオカマキリですね。僕この色のオオカマキリすごい好きなんですよね。このすっごい何とも言えない抹茶みたいな色してるんですけどね。君寄生されてる？もしかして。いたたたたたた。ちなみにね、9月のね下旬ぐらいからね、オオカマキリで寄生されてる個体1個体も見てないんですよね、確か。ちょっと待って、逃げんで。でもなんかさ、この辺が傷ついてるところを見ると寄生されてない気もするんだよね。あ、されてないわ。寄生されてないですね。見てください、この色のオオカマキリ。でもさ、もうさ、やっぱさ、交尾とかをしたりとかしてるのかわかんないけども、オオカマキリたちも歴戦化してきてますね。あら、もうロードキルされてるオオカマキリ。寄生されてなかったんだろうな。寄生虫出てる感じもしないし。よいしょ。そういえばそうだよ、この時期になってくるとさ、オオカマキリがさ、路上に出てくることがね、増えるんですよね。まあ、僕のこれは予想なんですけど、多分オオカマキリたちはこの後ね、まあ、産卵が控えてるというわけで、でこいつらはもともと定置性の昆虫なので、こういう風にね、地面とかを徘徊して昆虫を狩るわけですね。その時に今捕食して昆虫を食べていくわけなんですけども、その時にね、路上に出てきてるハラビロカマキリを捕食してるオオカマキリもよく見かけま…オオカマキリ多くない？オオカマキリパーリない？ん？待って、おバカ、おい何してんの？え？あ、猫がカマキリ食ってる。君は何？交尾しようとしてたんじゃないのかな。多分そうだと思うよ。さっき言ったメスとペアだと思うんだな。はい、上がってこいよお前。いや、マジオオカマキリばっかりだな。てか今ね、あっちの方でね、ちょっと映せないんだけど、家があるからね、映せないんだけど、猫がね、路上に落ちてるカマキリっぽいものを加えてどっか行きましたね。まあ猫からしてもね、カマキリはいい餌でしょうからね。まあ猫は一応外来種なんでね、害獣扱いされてますけども、なんとも言えませんね。僕別に猫も好きなんでね、普通に。うん、なんとも言えないな。ちょっと待って。これまたあれやろ。お前、オスのハラビロカマキリ、褐色型。出たー。マジで。絶対オスのハラビロカマキリ、褐色型がレアっていうのはさ、嘘だと思ってんだけどさ、俺だけ？うん。ありえんやろ。しかもこいつさ、めっちゃちっちゃいんよね。一応、寄生率だけ見とこうか。なかなかに、ああ、
あ、激レアハラビロカマキリの中から寄生虫が出てます。ああ、なんで寄生されるのなんで寄生されちゃうのかな。まあしゃあないですね。この子ちっちゃいですね。褐色なハラビロカマキリオス、今年これで5個体目か6個体目かわからないんですけど、結構な数捕まえてますけど、この子かなりちっちゃいですね。最初ヒメカマキリかと思ったっすもんね、この大きさ。だってほらこんなんしかないんだよ。ハラビロカマキリのオスとして普通にちっちゃいんだよね。変なの。まあいろいろあるよね。君たちもいろいろ事情を抱えてるんだね。オオカマキリが多いなと思ったけど、あう、なんか急に褐色なハラビロが増えてきましたね。なんで褐色なん。褐色ばっかり本当に。君は寄生虫は入ってるかい。お腹モニョ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 入ってます。あ、ここから自分の羽噛むな。入ってますね。はい、お疲れ様。でもやっぱりオオカマキリの方が気持ちいい。うわー、お腹すごっ。今見た、こっから撮った時にこのブリンってなったお腹がやば。ほら、そしてさ、怒りっぽくないんだよね、こうやって寄生されてないカマキリって。寄生されてるハラピロカマキリとかオオカマキリやったら、もうこんなんしたらもうほぼ 100% 後ろにカマを思いっきりやってくるのがほぼなんですけど、まあその寄生されてない個体はこんな感じで温厚なんですね。かわいい、まあ、この子逃がしとこうか。いや待って、やっぱりさ、お腹触ろう。ちょっとこんなにいいお腹したらさ、触らずには。よおマジ気持ちいい。でもちょっと君ちょっと張りが足りないな。もう少し張らせてほしいな。頑張ってエハ食べてもっと張らせてくれ、お腹。いやマジでマジでザ・オオカマキリって感じの体格してるよね、太くて。せーの、よいしょ、 OK。 まあね、やっぱりオオカマキリはやっぱいいっすね。いつ見てもやっぱいいわ、オオカマキリって。なんであんなにかっこいいんだろうか。まああの子は女の子なんで可愛いって言われた方がいいかもしれませんけども、昆虫の世界のその可愛いとかかっこいいとかの定義って難しいと思うんでね。まあ僕はあいつはかっこいいとしておきますけども、はい、まあ、褒め言葉であることには変わりないんでね。これカマキリか、枯れ葉やったわ。え、これ規制されてないんじゃない、これ手すりだけどさ。えい、あ、怒ってるけどそんなに強くないな、カマの力。ちょっとどうだろう、お腹触ってみようか。でもこれで規制されてたらさ、もう大ごとよ。大変大ごとな量入ってるけど大丈夫そう。かなり凶暴なのは間違いないんだが、いや、これはハリガネムシじゃないと思う。あ、やば。うわ、お腹気持ちいい。お腹すごい、痛い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 。お腹すごい気持ちいいな、お前。いいお腹してるな。さすが10月中旬だね。秋を感じさせられますね。こんなお腹パンパンだからね、ほら。まあ、さっき捕まえたところはね、結構上に木がある。あ、ほらほら、こんな感じ上に木がある場所だから、それで降りてきただけかも。あの袋何？あの袋何マジで。それで降りてきてただけかもしれないですね。まあ、言ってみたらここもね、高い部分ではあるので、もしかしたらそれだけかもしれないですね。ここ木があるんで。こことちょうどさっきハラビロカマキリがここにいたんですけど、ほら、ありえるよね。別に木から移ってきただけって言われれば、まあ別にありえない話じゃないのかなって感じはしますけども。まあ、これでここにいたらね、路上にいたらまた別問題ですけどね。まあ、この子はちょっとちょうどここに木があるんで、ここに逃がしておきましょう。バイバーイ。いいね。まあ、手すりの上はね、別に今年寄生率チェックしてるわけじゃないですけども、一応メモは取ってるんでね、最終的に結果は出しますけども、はい。どんなもんなんだろうね。今年初めて、ちゃんとしっかり寄生されてないハラビロカマキリのお腹を触った気がしますね。今のところ、100% ばっかりだったね。あ、君はどう？逃げんなよ、よし。あ、入ってます。はい、入ってます。ハリガイムシが入ってる。あ、あ、多いな、ここ。ハリガイムシじゃねえ。あ、マジで。ハラビロカマキリ、たハラビロカマキリのことをハリガネムシと言ってしまう。あ、入ってます。はい。はい、入ってます。ちゃんと入ってます。あ、いたたたた。いますね。結構でかいな。待って。時間をかけすらずるでん、ぷんぷんぷん。オッケー。うわ、お腹でかっ。さっきのあの卵餅っぽいやつほどないけど、ほらお腹もう結構腫れ上がってるわ。寄生虫は入ってまーす。お疲れさまんさーお疲れさまんさー。ロードキルされてますね。ここの近くにハリガネムシは落ちてないっすね。なんでやろうね、マジで。未だにその謎解明してないからね、ちなみに言っとくけど、みんな、
なんでロードキルされた後にハリガネムシがいなくなるのかっていうあの問題ね。うわすげえ、究極の絶妙なポジショニングにあるうんこ。あら絶対一回踏まえ、うわーえぐすぎマジで。さすがにかわいそすぎるな。お腹パンパンやな。あ、寄生されてるわ。ちょっとこの子持って帰ろうか。いました、よし。うわこいつ入ってないじゃないかいな。入っとうかな。うわほら入ってない、出た。でもね多分寄生されてたとは思うんですよ。この子ね、カマないんですよ。カマなくて、ほらカマが片方ないでしょ。でこのなんか変な弱りをね踏まれてるわけじゃないんですよ、車に。別にこれ多分お腹を触った感じも、あのハリガネムシが入った時独特のふかふか感があるので、多分ね寄生されてて、されててね、寄生されててハリガネムシはどっか行ったんだけど、その後にねこういうね意味わからないね気色悪い行動をとるねカマキリがね稀にいるんですよ。多分そういうタイプだと思います。まあ、こいつはあの持って帰ってお腹開きます。はい、ということでね、カマキリロード一周終わりました。どうだったでしょうか。カマキリロードね、今日もねなんかすごかったですね。なんかオオカマキリが多かったんですけども、後半はねハラビロカマキリの方が多かったのかなって感じしますね。もしかしたらあの変な行動するカマキリっていうのは、もしかしたらこの10月の中旬に多くなってくるのかもしれないですね。10月過ぎたくらいからねあいつら見えになったんで、もしかしたらそういうなんか関係があるのかもしれないですね。僕はこんな感じでカマキリロードの方でカマキリ採集やカマキリの観察いろいろやっております。よければチャンネル登録と動画の感想コメントよろしくお願いします。また次の動画で、はい、バイバイ。